手ぬぐいを2枚準備します。手ぬぐいを開いて2枚重ねた状態でカットしていきます。手ぬぐいの端から10センチのところと48センチのところをカットしていきます。カットした4箇所の端の処理をしていきます。1センチずつ2回折り返して縫っていきます。こんな感じで縫っておきます。4箇所端の処理をしたら持ち手をつけていきます。端から7センチのところに持ち手を置いて縫い付けていきます。4箇所同じように持ち手を縫い付けたら表に返してもう一度4箇所持ち手の部分を縫っていきます。このような感じで2箇所縫っておきます。持ち手を縫い付けたら中表に生地を重ねて両端を縫っていきます。縫い代は1センチぐらいで縫っておきます。両端を縫ったら両端を11センチほど内側に折り込んでいきます。洗濯バサミで留めて底を縫っていきます。縫い代は1センチで縫っておきます。底を縫ったらひっくり返していきます。持ち手の部分を内側に折り込んで形を整えておきます。形を整えたら持ち手の上の部分を1センチほど縫っていきます。これで完成になります。